石橋亮太は、東北楽天ゴールデンイーグルスに、所属する大阪府堺市出身のプロ野球選手。右と左打。堺市立江ノ木小学校では、小学1年から長所ネストロングスで投手として、野球をはじめ、5、6年時に全国優勝。三国宮中学校では、浜寺ボーイズに所属して、遊撃試験投手として2、3年時には、全国大会に出場した。 当初は地元のピール学園に憧れを抱いていたが、第84回全国高等学校野球選手権大会を制した明徳義塾高校の姿を見て進学を決めた。2学年後輩には明徳義塾高校、楽天でも一緒にプレーすることになる北川林太郎がいる。明徳義塾高校進学後、1年の秋から2類種のレギュラーとして活躍。 第80回戦抜高等学校野球大会に出場し、2回戦の中京大中京高校戦では、サヨナラタイムリーを放った。3回戦では優勝した、沖縄小学高校に1の3と敗れた。2年の秋からエースとして、チームを引っ張り、3年の春は四国大会優勝を果たした。夏の高知大会は三期連続決勝で、高知高校と当たり、雲勝彦。 木下拓也のバッテリーと投げ合ったが2から3で敗れた。2学年先輩には伊藤光がいる。拓殖大学進学後、1年春から投手圏内野手でリーグ戦に出場していたが、打率は1割に低迷し、投手としては1年秋に、とうと2部リーグで、防御率トップの1.57をマークしたことで投手に、専念する。2年秋と3年秋は、防御率。 リーグトップを記録し、2年の秋は2部リーグ48期ぶりの優勝に貢献した。4年春は右肘を痛め、リーグ戦闘番はなかった。4年の秋は1部リーグで4勝を記録した。ホンダ入社後、1年目から主力として活躍。2014年の第67回ジャバ九州大会では優勝を果たし、MVP に選ばれた。 第85回都市対抗野球大会では、リリーフ、第40回社会人野球日本選手権大会では、先発で活躍した。2年目は、第86回都市対抗野球大会では、三菱重工名古屋戦で8回1失点の高騰。第41回社会人野球日本選手権大会では、初戦のパナソニック戦では、近藤大明と投げ合い、8回途中1失点の、 高等で勝利すると、準々決勝の日立製作所戦では完封勝利を記録した。決勝では、第86回都市対抗野球大会で優勝を果たした日本生命と対戦し、8回まで1失点の高等を見せていたものの、1点リードの9回に打たれ、さよなら負けを喫したが、これまでの活躍を表し、関東賞を受賞した。 2015年10月22日に行われた、プロ野球ドラフト会議で東北楽天ゴールデンイーグルスに5巡目で指名され、契約金4000万円、年俸1000万円で合意、入団した。背番号は28に決まった。2016年は中継ぎとして開幕1軍入りを果たし、3月26日の福岡ソフトバンクホークス戦でプロ初登板を果たした。 しかしその後は1軍と2軍を行ったり来たりで4度の登録抹消を経験。ルーキーイヤーは1軍で6試合に登板するも防御率13.50と打ち込まれた。2017年は1軍登板がなく、2軍でも13試合の登板で防御率6.14と振るわず、10月28日に戦力外通告を受けた。11月17日に育成選手として再契約。 背番号が028に変更されることが発表された。2018年は2軍で結果を残し、7月27日に支配下選手として登録され、背番号が94に変更となった。シーズン最終戦となった10月13日に1軍登録されたものの登板はなく、この年も1軍登板零でシーズンを終えた。2軍では24試合に登板し、83回に 3を投げて、防御率2.58を記録した。2019年は中継ぎとして3年ぶりに開幕を一軍で迎えると、3月29日の開幕戦の千葉ロッテマリーンズ戦で3年ぶりの一軍登板を果たした。しかし、ブランドン・レアードに逆転3ランホームランを浴び敗戦投手となった。2日後の同カードでは大乱調の先発、藤平昇進の後を受け、 3回裏1-2塁から当番。2回に3を1アンダム失点と高級円を見せ、プロ初勝利を挙げた。その後先発陣に故障者が続出し、5月5日の埼玉西部ライオンズ戦でプロ初先発。4回2失点で敗戦投手となったが、首脳陣はその投球を評価し2度目の先発機会を示唆。5月11日のオリックスバファローズ戦で2度目の 先発登板、6回途中1失点と高騰すると、先発へ完全転向し、4度目の先発登板となった5月26日のオリックス戦でプロ初の先発勝利を挙げた。シーズン終盤まで先発ローテーションを守り、28試合に登板して8勝7敗、防御率3.82、投球回はチーム2位の127回1、3を記録した。 オフの10月29日には、来期からの背番号が6 2に変更となることが発表され、契約公開では1900万円増となる、推定年俸2600万円でサインをした。2020年は、自身初となる開幕ローテーション入りを果たしたが、開幕6先発で、防御率7.71と震わず7月30日に、登録抹消。 9月11日に一軍へ再昇格し、シーズン終盤まで先発ローテーションで投げ続けたが、この年は13試合全てに先発して1勝6敗、防御率6.11という成績に終わり、オフに600万円減となる、推定年俸2000万円で契約を公開した。ありがとうございます。